こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。それでは今日ですね、ジャズをちょっと始めてみたいなと思ったけどどうすればいいかっていう問い合わせがちょっとありましたので、全く初心者の方が、ジャズドラムをやっていくところの橋渡しのビデオを作ろうと思います。一番最初に何を購入すればいいかっていうと、まずとりあえずスティックだけでいいですね。スティックだけあれば全然構わないですから。で、もし買えたらこういう練習パッドを買っていただきたいです。で、練習パッドがどうしても最初に続けるかどうか分かんない、これだいたい1万円ぐらいするものですが、安いものだと5000円とか3000円ぐらいで売ってるものもあります。練習するとしたら家で布団叩いたりするのもありなんですけど、弾むものの方がいいんですね。なので机の上に、ホームセンターとかでこうよく弾むウレタンのこの素材みたいなのを買ってきて、それをポンポン叩くのでも構わないですが、こういうものを買っていただくと高さがちゃんと調整できるんですね。で、角度が上手くなってくると体の方で合わせに行くんですけど、最初のうちは自分が弾んでいくのがわからないので、そうすると余計な力が入ってしまって上達が遅くなってしまうんですね。何でもそうですけど、お金かけると最短距離に行けるので、時間って一番、お金よりも時間の方が大事ですよね。やっぱお金って稼ごうと思ったら稼す、いくらでも頑張れば稼げるんですけど、時間って戻らないんで、本当に近道した方がいいと思います。というわけで1万円ぐらいのもので買いましょう。これね、この2つがあれば基本的にはまず大丈夫だと思います。まずスティックの買い方なんですけど、スティックっていうのは5A っていうのが基準なんですね。40センチぐらいの長さで、で、太さが 14.5 センチぐらいっていうのが基準で売ってます。でもこれ多分 5A なんですけど、ちょっとジャズにしたら太いイメージがあります。ジャズは僕はジルジャンの 7A とかおすすめするんですけど、 7A とかだと 13.5 ぐらいの、要は一回り細くって、で先がまん丸なんですよ。で、先っこがねこういうスタイルの、こういう俵状のものか、あとティアドロップ型って言って、こういう涙のみたいな形、こっちだと角度によって全部音が変えれるので上級者向けって言われてますし、実際そうですね、最初はまん丸の方がプレーンでいいと思います。ただもうスティックは何を使ってもらってもそんな変わらないですから、最初はね何でもいいです。自分がこうお店に行ってこう握ってみて良さそうなものを選んできていただけると、例えば自分の好きなねドラマーのモデルとか大阪さんのモデルとかもあるし、いろんなモデルがあるんで、そんなあたりを買ってきていただけると全然大丈夫だと思います。でね、これを高さを設定します。高さはこれはベルトのラインですね。ここのベルトのラインに手前が来る、でないとこれ結構高く思うんですけど、これぐらいじゃないと、ここね、スティックがこういうふうに動いちゃうと、これ、座面に対してもう斜めなんですよ。で、これがボールとして考えると、垂直に当たるのが一番いいんで、そうすると、ここ、縁、リムっていうんですか、これ、スレスレがいいんですね。スレスレにしようと思うと、これぐらいじゃないと、絶対膝に当たるんで、で、ロックみたいな叩き落としの場合は、もっと低くても全然平気です。こういう叩き落とし。ロックはどちらかというと歪んだ音、ギターも歪んだ音、弾んだ音じゃないので、ギターを歪んだ音を使うので、でもねディープパープル のイアンペースとかすごい弾んだ音使うんで、だからどちらもで、プレーンな音はこうスティックをこう弾ませるわけですね。で、持つ場所なんですけど、持つ場所はスティックの3分の1ぐらいのところ、これがバランスポイントって言って一番こう弾むんですよ。要はこれがこっちに行くと返ってきにくくなって、こっちだと全然返ってこない。要はこれぐらいが一番弾むけど、これだとあんまりこう逆に軽くて弾まないみたいな、3分の1がこう物理的にバランスポイントっていうのがいいんですね。なのでスティックの持ち方は親指と人差し指のこうですね、親指と人差し指の人差し指の第二関節と親指の第一関節で、要はここをキュッて閉じないでこう蝶通貝を作ります。で、こういうふうに動くようにしといて、で、ここでこう弾くんですね。練習するとしたら最初こういうふうに持って、こういうふうに、こうやって動くかな。要はここの
要は支点は動かずに力点だけ動かして、こうこっちが作用点になるわけですね。こうやって上向きにこういう練習するといいかと思います。でこれをこのままここで、そうすると上に上げる力は一切かからないですね。1,2,3,4,5,6,7,9,10 って10メモリがあったら2まで力を入れて、あとは挟んでるだけ。挟んでるのやめちゃうと落ちちゃうので、挟む力はずっと置いといて、ここの力を入れるのは2ですぐ離す。でこれあのウォーミングアップで一緒にウォーミングアップしようコーナーがありますので、その動画一番最後の終了画面に出てくると思うんで、それで練習してきていただければ。足を支部で踏みながら、こういう弾んだリズムっていうことですね。ここはゆっくりで、こう加速させて上はゆったりとした。この音のスイングさせる4ビートっていうやつはただ叩けばいいというわけじゃないんです、ね、こう上手いドラマーっていうのは叩いた瞬間にその曲線で着地しても見えるんですよ。ところがただ叩いてる人っていうのはパルスが一緒だからグルーブしてるだけで、そうじゃなくてより強い人はもう全てがつながっていくようにするわけだから、こうちゃんとこうドリブルしててもドン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 とつながっていく感じがするでしょ。要はそのドリブルをうまくこうつなげてる感じだからグルーブするわけでしょ。これだけで4ビートはできたも当然ですね。これ結局これシンバルでやればベースと一緒に4ビート、ドンドンドンドクドン。だからこの練習を、要はこの発音の仕方を練習しましょうってことですね。開いてもで、左手は最初やっぱり右利きの人多いですから、同時にやってもらうと今の覚えると思います。それで最初同時にやって右手抜いて、同時にやって右手抜いてを繰り返すと、だん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 左手がもう右手と一緒になっていきます。右は結構すぐ習得すると思うんで、反対の手はそうやって習得するとあっという間に右が先生になって左手はスッと覚えていくと思うんで、こうやって練習していただければ。でどちらの手でもこういうプレーンな音作りの練習をするということ。まず買っていただいたら、とにかくこれをひたすら足を踏みながらこうやってでやってるだけで、もうね叩き方が素人の人ってこうやって叩くんで、もう全然うまい感じがするでしょ。まずここです。もうこれでもういきなり差がつきますから、最初にちゃんときっちり練習をしましょう。これで練習できたら、今度はですね、やっぱりこうドラムセット買わなくていいんですけど、ドラムセットのある部屋に借りまして、個人練習とかって中に入るとですね、こうドラムセットがあります。まずセッティングの仕方です。これと同じものをここにセットします。なのでこう前がこっちですね。みんなこっちが前と思いがちですが、前がこっちです。この子が中心です。で足を置いたところにこのバスドラムのペダルがちょうどこう来るように、でこっちの足を置いたところにハイハットのペダルが来るようにこういうふうに置きます。これをハイハットと言います。これはスネアドラム、これがバスドラム、この3つが基本あればドラムセットは成立しますね。だからこう足はこうこうこいつを動かすの大変なんで、ここの位置にスネアと椅子で体で合わせて、椅子は高さ的にはこう低いと足をこう持ち上げなきゃいけなくなるけど、重い音が出るのでハードロックの人は低い人が多いです。でドラムは普通にこの垂直かちょっと体が上ぐらいがいいと思います。このお尻がね垂直よりちょっと膝より上ぐらいのところがいいと思います。それでポンと置いたところにこうバスドラとハイハットが来るという状況でございますね。こうね、ハイハットの設定はハイハットのなんか、セッティングのビデオを作っておきましたので、それはまた来週ぐらいに配信されると思いますから見ていただければいいかなと思いますが、高さはこれよりも10センチぐらい上にしてもらって、ジャズの場合は踏んだり叩いたり両方使えますので、ここは指2本ぐらい開くようにセットしてもらうという形ですね。それはこっち で足の踏み方はロックの場合はこうかかとを上げてこうやってヒールアップっていうので踏むんですが、ジャズの場合はこうヒールダウンって言ってこうかかとを置いたままつま先だけで踏めばいいです。そんなに音量がいらないですからね。ハイハットはまあ踏むとなるとこう足を全部持ち上げてこうやって踏みます。最初のうちはあまり使わないですが、まずこれでいいと思います。
で、クラッシュシンバルっていうのが目の真ん前に来るように。タムとかの移動の位置はこれは全然、まあ、自分の叩きやすいところに、これはドラムのセッティングっていうビデオがありますので、それを検索してもらえばいいかなと思います。で、これシンバルまっすぐでしょ。で、ライドシンバルを一番リズムでよく使うんですね。だからドラムセットとしてはこの3つプラスジャズの場合はライドシンバルが欲しい。この4つだけでアートブレーキはレコーディングもしてるので、この4つだけで十分演奏ができます。これがライドシンバルね。で、ライドシンバルはセッティングとしては肘がここについた状態で鉢が持てること、これが一番ちょうどいいとこですね。で、叩きます。で、叩くのはここから3分の1のところをまっすぐ先の線、ね、さっきのこれで叩いてた、この練習パートで叩いたことをやればこれで成立です。だからリズムはベースともう至ってシンプル、ベースと一緒にベースがタンカドントンって一緒にこうやって弾む感じ、この曲線を合わせる感じです。点を合わせるんじゃなくて曲線を合わせる感じですね。で、最初に頭にクラッシュシンバルします。クラッシュシンバルはこれもライドとして使うんですけど、クラッシュを斜めに当てるとクラッシュシンバルです、ね、だから斜めに当ててバスドラを一緒に最初に打ちます。曲の始まりはこれです。ジャーンっていうことですね。フィルインを入れますが、最初にこれは左右がいいです。ワンツースリーのところからワンツースリー左、ワンツースリー、これでフィルからクラッシュに乗っかってワンツースリー、四二三、これができれば一応曲できますからね。で、これができたら次ハイハットを裏に、これができたら今度ハイハットのある位置から、これは次のビデオでありますがウォークザドッグっていう叩き方を、これができればリズムは完成です。なのでここまでできるとメールマガジンを登録してもらうと、この後ビリーズバウンスという、セッション、ジャムセッションね、ジャズではよくすごくやるジャムセッションの、一番よくやる曲のブルースのビリーズバウンスって曲の練習の仕方が、全く初心者から、まあ、上級者向けへの4段階に分けてビデオが配信されてきますので、それ見てもらって、最後に、譜面の書き方も全部送られてきますから、譜面の書き方、読み方も見てもらって、最後に僕が模範で叩いたビデオも、つけれると思いますので、それを見ていただいて叩ければ音源も送られてくるし、もういいことずくめですね。ジャズを始める導入にはもってこいだと思いますので、ぜひこれだと、あ、これだとできそうだなと思った方はぜひジャズドラムに挑戦していただければと思います。以上、参考になったなという方はいいねボタンを押してもらって、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンを登録してもらうと今のような教材が送られてきますので、ぜひ登録ください。以上でございます。今日もご視聴ありがとうございました。